来年1月から放送されるフジテレビのドラマストロベリーナイトの記者会見が昨日都内で行われ、主演の竹内優子さんらが登場し意気込みを語りました。2時間の世界の中にあった、面白さやスリリングだったり、ハラハラするところ、そういった楽しみをすべて11話まで全力で出せるように、日々撮影を頑張っていきたいと思います。このドラマは去年11月に放送されたスペシャルドラマを連続ドラマ化したもの。共演者について聞かれた竹内さんは、西島さんの様子を普段観察していくと、あ、この人は甘いものが好きだなって思って裏でこっそりスイーツデカって呼んでで、小出さんはですね、男らしいと思って、あ、お兄さんっぽいなと思いました。本当にムードメーカーというような言葉がぴったりだなと思って、人当たりはすごく優しいし、なんでしょう、みんながこうついちょっとだけいじめたくなるようななんかそういうと、いたずらっぽく話をしていた竹内さんでした。続いてはこちらです。